ボディメーカー。はい、どうもボディメーカーの長渕翔です。珍しくスーツを着てます。本日はですね、グラジエーターの20回目の大会が大阪豊中のイナロックボックスで行われてまして、こちらに招待いただきましたので本日着てます。選手の皆さんも今大会前でアップをやってまして、すごい緊張感ある場面になかなか見る機会もないと思うんですけど、こういう感じで皆さん試合に向けて臨まれているので、まあ、そういうところを密着して、皆さんにお届けできたらなと思います。よろしくお願いします。こちらですね、今回スーパーバイザーで、はいはい、就任されました池本さんに、お越しいただきました。はい、ちょっと良ければ軽くしていただきたい。普段プロレスラーとして活動してもらいながら、もともとは僕も総学道着の、ディープという団体のサーレなんですけども、今はもうジムを経営して、選手を送り出す側として、でまた自分がプロレスラーとして、やりながら、ここに改めて出さしまって、選手側の気持ちと団体側の気持ちと、全部考えながら、団体を大きくしていけるような、櫻井代表にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。本日はどうかありがとうございます。まあ、大会のパンフレットを見返しても本当に、はい、今回記念すべき20回目ということで、はい、あっという間というか、まあ、駆け抜けられた20回だったんですけども、そうですね、はい、この20回に至るまでお気持ちみたいなのがないかなと思いましたので。そうですね、やっぱり関西から関東に見上げて、はい、世界を目指すということですけど、はい、やっぱりこう山あり谷あるで、ようやく迎えた2回目、はい、まあ、より一層ですね、力を入れております。はい、2023年第一発目にふさわしい、はい、マッチメイクが揃いましたので、はい、引き続き、サポートのフォロー、よろしくお願いいたします。まあ、どの試合も、見どころだと思うんですけど、櫻井代表が、注目されている、マッチ、その試合内容とかは何か、はい、そうですね、今回は、特に海外からの選手が、はい、多いと思うんですけど、ね、はい、特にこのフィリピンから来た3勝0敗の、はい、まだ若干18歳の、はい、オリード選手、はい、これがですね、なかなか質があるんで見てほしいなと思いますし、はいはい、UFC まで、ね、行きましたチョソンビン選手、はい、メインで、タイトルマッチです。このちょっと強さが、ね、すごいので、まあ、中川選手がどこまで戦えるかというのと、ね、チョソンビンの選手の強さというのはすごくそこは見どころかなと思いますけど、まあ、全試合がやっぱりそれぞれ、はい、味のあるカードなぜひ楽しみにしてください。お願いします。また試合内容も後日、はい、グラジエーターの方の YouTube でもアップされると思いますので、はい、そちらの方もまたご覧いただくようにお願いします。すみません、はい、お忙しい中ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。では始めます。お願いします。お願いします。いやーすごかったですね。おめでとうございます。1ラウンド目はちょっと僕が劣勢かなと思ったのが、2ラウンド目の繰り返しというか、はい、すごかったじゃないですか。その試合運びとか、もともとは何かいろいろ考えられてたんですか。そうですね、やっぱりもう、ずっとこの何ヶ月間ずっと、はい、セコンドに来てくれる川崎さんと、はい、川崎さんと一緒に作戦組んで、はい、もう1ラウンド、2ラウンドしっかり打つと、はい、3ラウンドでもしっかり相手のスタミナ削って勝負かけろって言っとったんですけど、はい、まさか1ラウンドで2回ダウン取られたので、はい、ちょっとびっくりして、だけどやっぱりしっかりセコンドの声を自分なりに聞けてたからだと思うんで、はい、そこが本当に救いやったかなと思います。しっかり動いてその声聞いて信じて、はい、やっぱセコンド信じてやったら勝てるんやなと思いました。ただのとはケージはあまり多分使われ初めてですね。やっぱり普段のリングとは違う。そうですね、なんか、よしかくじゃないんで、はい、丸なんで、どこに立っていくのか、はい、全然わからなくて、はい、すごいこう、なんか圧力というか、はい、ちっちゃく思えて、はい、すごかったなと思ってます。実際、じゃあ、試合しながら調整というか、しながら組んでたら、本当に、多分会場内一番沸いてたんじゃないですか、本当にすごく。うわ、嬉しいです。いや、もう、みんな多分感動したと思います。感じます。じゃあ、まあ、グラジエーターとも初めて出られたと思うんですけども、何かその今後の展望というか、いろいろそういう考えてるかなとかあるんですか。もう次は本当に、K-1 さんと
契約して、はい、今は今日ファイターの川崎慎二郎さんの元で、はい、やらせていただいてるんで、しっかり移籍、ハイスピードジムさんに移籍させていただいて、はい、まあ、初戦ということで、こうやっていい試合できて、すごい良かったのと、はいはい、次は目指すはやっぱり、その K-1 の舞台で、はい、ベルト取ることやなと思ってるんで、はい、まずはしっかり、まあ、今日こうやってイナロボックス、クーボックスに来ていただいた人たち全員に、まあ、僕の名前を覚えてもらえるような試合ができたなと思って、そこはやっぱり良かったかなと思ってます。セコンドニュースからですね、川崎選手としては、今回の試合の感想というか、何か一言いただいて。やっぱり、はい、はい、会場を任せて考えたのは、はい、その点では、ね、花丸だけになると思います。その点ではそれは、いやいやいや、愛の持ちですね。そうです。またその次戦を期待します。すいません、お忙しい中ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、まさかのおめでとうございます。はい、今日何人もあるの木目の試合で来ました。セアリの、はいはい、試合に来ました。娘さんはおめでとうございます。5歳です。はい、中3年です。はい、どんな気持ちなんですか？お父さんとしても練習もされてて、娘さんが格闘技されてたっていう、はい、自分としてより緊張しますね。もともと格闘技ずっとされてた。これ小学校、はい、年長からずっとしてました。アマチュアのアマチュアのシュートすごい、はい、じゃあもう今日デビュー戦で。そうなんですよ。けど多分なんか、はい、ディープジュエルスとか出てます。あ、はい、あ、はいはい、あ、はい、プロのルールでは多分どうでしたっけ。いやいや、緊張しました。あ、はい、もうなんか結構声援とかも送られてたと思うんですけど、はい、その動きとか、はい、もうこうしたらいいのになっていうところもいろいろ思ってたので。ああ、ありました。だからちょっと家帰って、はい、言ってやろうかなと。はい、もう勝ててよかったです。よかったです。ありがとうございます。娘さんリングのことです。娘に娘にですか。セアリ選手、もっと練習してください。厳しいですね。はいはい、すいません、ありがとうございました。はい、ということで、グラジエーター、第20回大会ですね、ちょうど19時過ぎぐらいに終わりまして、14試合本当に白熱した試合が、ありました。まあ、キックの、試合もあったりとか、まあ、まあ、韓国から、まあ、元 UFC ファイターが来られたりと、本当に目白押しの試合だったと思うんですけども、またその様子はグラジエーターさんの方から、YouTube で発信あると思うんで、ぜひ見ていただければなと思います。本日はありがとうございました。